ポセイドーンはギリシア神話の海と地震を司る神である。オリュンポス十二神の一柱で最高神ゼウスに次ぐ圧倒的な強さを誇る。海洋のすべてを支配し、全体陸すらポセイドオンの力によって支えられている。怒り狂うと強大な地震を引き起こして世界そのものを激しく揺さぶる。また、地下水の支配者でもあり、泉の守護神ともされる。 イオニア方言形では、ポセイダオーンとも呼ばれる。エノシガイオスという名もある。日本語では長母音を省略してポセイドンとも呼ぶ。ポセイドーンの地位と実力は、ゼウスエナリオスと呼ばれるほど高く、その支配力は全部質界に及んだ。ティーターのマキアーの際に、キュクロープスから贈られた三叉の矛を最大の武器とし、これによって大海と大陸を自在に支配する。 これを使えばたやすく嵐や津波を引き起こし、大陸をも沈ませることができる上に、万物をこっぱみじんに砕くことができる。世界そのものを揺さぶる強大な地震を引き起こすことも可能で、そのあまりの凄まじさに地球が裂けて冥界があらわになってしまうのではないかと、名王、ハーデースが危惧したほどである。また、山脈をま、二つに引き裂いて、川の通り道を作ったり、 山々と大地を深く切り抜いて海中へと投げて島を作ったこともある。古くはペラスゴイヒに崇拝された大地の神であったと考えられ、異名の一つに大地を揺らす神というものがある。また、馬との関わりが深く、競馬の守護神としても崇められた。ゆえに、その象徴となる聖獣は馬、お牛、イルカであり、 聖地は松である。真鍮のひづめと黄金のが紙を持った馬、またはヒッポカムポスの引く戦車に乗る。ポセイドオンの宮殿は太陽の中にあり、サンゴと宝石で飾られているとされる。また、大地の神であった特質から、デーメーテールの夫の位置にいることもあり、ピガリアではデーメーテールとの婚姻も伝えられている。ポセイドオンの名前の意味も、 ポシスダーから来ているとされているが、ジョン・チャドウィックは、ダーダーという語彙はギリシア語には一度しか現れないし、大地という意味でもないとしてこの説を知り添けている。神話では、クロノスとレアーの子。ハーゲースの弟で、ゼウスの2位。オルンポス十二神の一柱である。ネイレイデスの一人であるアムピトリーテーを妻とし、トリートオーン、ロデー、ベンテシ救命が彼女との子である。 愛人も数多く存在し、その中でとりわけ有名な人物は口実するメドゥーサである。愛人との愛の子には、オーリーオーン、ベーガソスなどがいる。アムピトリーテは美しい海の女神であるが、大波を引き起こしたり、巨大な怪魚や怪獣を数多く飼っているなど、強力な力を秘めていた。ポセイドンは彼女に求婚するが、アムピトリーテは彼を嫌い。 その追跡の手から逃れるべく、オーケアノスの宮殿に隠れてしまった。ポセイドーンはイルカたちにアムピトリーテを探させた。すると、一頭のイルカが彼女を発見し、説得してポセイドーンのもとへと連れて行った。その結果、ポセイドーンはアムピトリーテと結婚することができ、この功績を称えられて、イルカは宇宙に挙げられ、イルカ座になった。また、 ナクソス島で踊っている時に、ポセイドーンに誘拐されたという説や、馬やイルカを想像して、彼女に送り、それに気を良くしたアムピトリーテが結婚を承諾したという説もある。強力な海の女神であるアムピトリーテを制裁にしたことで、ポセイドーンは大地と共に海を司つかさどるようになったと言われる。この説は、ポセイドーンは古くは大地をつかさどる神であったことに、由来する。 メデューサは、美しい長髪の女性であり、ポセイドーンが愛するほどの美貌を持っていた。ポセイドーンは、メデューサと密通を重ねるが、アロうコとかところ女神アテーナーの神殿で彼女と、交わってしまった。アテーナーは怒り狂ったが、好意な大神であるポセイドーンを罰することはできず、代わりに、メデューサを罰した。アテーナーの怒りにより、メデューサの自慢の長髪は、蛇となり、 見るものを石化させてしまう恐ろしい怪物となった。これに抗議したメデューサの姉たち、ステンノート・エウリュアレーも同様の姿に変えられた。後にメデューサはペルセウスによって首を取られ、その時に飛び散った血と共にポセイドーオーンとの子であるベーガソスが生まれた。黄金の剣と共にクリューサー・オールも生まれ、ベーガソスとは双子にあたる。また、メデューサの首は、 アテーナーの盾に取り付けられ、古代ギリシアでも、魔除けとして、メデューサの首の絵が描かれるようになった。ポセイドーンら兄弟は、大井三奪を恐れたクロノスによって飲み込まれていたが、ゼウスによって救出された。ポセイドーンは、オリュンポス側として、ティーターのマキアーに参戦し、ゼウスやハーデースと共にティーターン親族と戦った。その際、 キュクロープスから海と大地を操ることのできる三叉の矛を送られ、以後彼の主要な武器となる。三叉の矛によって宇宙を揺さぶり、ゼウスたちとの共闘によってティーターン親族を敗北させた。ポセイドオンは巨人族との戦争であるギガントマキアーニも参戦し、火山や島々を投げ飛ばしては巨人、ギガースを戦闘不能にさせていた。また、骨頭の岩山をもぎ取り、 ギガースの一人であるポリボーテースに打ち付け、その岩山は後に、ニーシューロスという火山島になった。岩山に封印されたポリボーテースが重みに耐えかねて、火炎を吹くのである。トロイア戦争では、トロイアの王、ラーオメドーンが城壁を建造した、際の報酬を踏み倒したことを根に持っていたため、彼は赤いアガーに属している。赤いア勢を常に拳し、ゼウスから参戦許可が降りた後は、 積極的に介入し、三叉の矛で全世界を揺さぶって威圧した。この宇宙規模の地震は明快に座するハーデースが、恐れをののくほどであった。ポセイドオンは、アテーナイの支配権を巡りアテーナーと争ったと言われる。二人が、アテーナイの民に贈り物をして、より、良い贈り物をした方が、アテーナイの守護神となることが最低で決まり、ポセイドオンは三叉の矛で地を打って、 塩水の泉を沸かせ、アテーナーはオリーブの木を生じさせた。オリーブの木がより良い贈り物とみなされ、アテーナーはアテーナーのものとなったという。この結果に納得がいかなかったポセイドオーンは、アテーナーに洪水を起こしたが、ゼウスが仲介して、アテーナイのアクロポリスに、アテーナーの神殿を、エー界に突き出す数日本岬にポセイドーンの神殿を築き、二人は和解した。 アテーナイのアクロポリスには、この塩水の泉が枯れずに残っていたと言われる。この他にも、ゼウスやヘーラー、ディオニューソス、ヘイリオスとも領有地争いを起こしている。プラトーンの批判プラトーンは対話編の中で、この神話について、神々が己にふさわしい地を知らないはずがなく、このような争いがあったとは思われないと批判している。プラトーンは対話編、クリティアスの中で、ポセイドーンは、 伝説の大陸アトランティスを自らの割り当ての地として引き受け、その中心に人間の女たちに生ませた子を住まわせたとしている。アトランティス大陸はリビアとアジアを合わせたよりも巨大であり、幻の金属オリハルコンが産出されるなど地下資源に富んでいた。アトランティスの人々はポセイドオンを崇拝し、ポセイドオン神殿や戦車にまたがるポセイドオン像を金や銀。 オリハルコンで建造しては、ポセイドオンに捧げていた。しかし、アトランティス原住民と交わり続けたことで、アトランティス市民の神聖が薄まっていき、堕落の果てに神々を敬わなくなってしまった。これに憤慨したゼウスは、オリュンポス山に神々を召集すると、アトランティス大陸を沈めることを知らせた。ゼウスは大雨を降らせて、アトランティス大陸を海中に沈ませた。また、 ポセイドオンが三叉の矛で大陸を海に引きずり込んだと、する説もある。ポセイドオンの性格は荒ぶる海洋に例えられ、粗やで凶暴な性格で、しばしば傲慢な人間たちを罰した。また、高潮や嵐といった、自然現象の脅威によって罰することもあれば、海に住まう巨大な怪物に都市を襲わせることもあった。当時、神々と人類の関係は、 今日のような個々の関係ではなく、各共同体との関係であったため、傲慢な人間が住まう共同体ごと罰することが基本であった。神々の中での地位は極めて高く、全部使使いを支配しているだけあってその威厳は並外れているが、神々の王ゼウスには逆らえないようである。イーリアスでは、ゼウスと抗論をする場面もあるが、ポセイドーンは起こりながらも、ゼウスの主張を受け入れている。 しかし、かつては、ポセイドオンがゼウスに対して、反乱を起こしたこともあり、実力はゼウスに悲見することを示している。ポセイドオンの反乱は、イーリアス内のみでしか言及されておらず、ゴメーロスの創作とも言われている。カッシオペアへの罰一番有名なエピソードは、エチオピア王妃のカッシオペアへの罰である。彼は、自らの美貌は女神にもまっさると豪語したカッシオペアに対して、 海の怪物、ケイトスを送り込んで、エチオピアを滅ぼそうとした。ポセイドオンの怒りを沈めるために、アンドロメダを生けにとして、捧げるのだが、通りかかったペルセウスによってアンドロメダは救出され、ケイトスも、彼の持っていた、メデューサの首によって石化して退治された。ラーオメドオンへの罰報酬を支払う約束を保護にした、トロイアをラーオメドオンにも海の怪物を、送り込んでいる。 この海の怪物は巨大であり、凄まじい力を持っていたが、通りかかったヘイラクレースによって退治された。ヘイラクレースはわざと飲み込まれてこの怪物の胃袋に入り込み、三日間も腹の中を暴れ回って内臓を破壊し、この怪物を討伐したのであった。オデュッセウスへの罰、オデュッセウスの放浪の原因を作ったのも彼の怒りであった。ホメロスのオデュッセアでは、 キュクロープスのポリュペーモスは、ポセイドオンの子と言われる。ポリュペーモスは、恐ろしい巨人で、オデュッセウス一行が彼の島を訪れた際に、彼らを洞窟へ閉じ込めた。しかしオデュッセウスは得意の策略でポリュペーモスを、盲目にし、ことなきを得た。このことに起こったポセイドオンは、オデュッセウスの艦隊に嵐を送り込み、オデュッセウスは会場を流されて、さらに放浪する運命となった。 パイエーケス人への罰、オデュッセウスの帰郷を手助けしたパイエーケス人にも罰を下している。巨大な船でオデュッセウスを故郷いたケへと送り返した帰り、ポセイドーンはその船を石に変えてしまった。同時に船から根を生やして海底に突き刺し、沈まないようにし、石化した船をオデュッセウスを助けたことへの戒めとして海上で固定した。これにより、 パイエーケス人はもう二度と客人の帰郷を助けることをしなくなった。ポセイドーンは海洋を支配する神であったので海上交易が盛んなイオニア系ギリシア人が特に信仰していた。そのためイオニア人の英雄であるテーセウスはポセイドーンが父親の半身半人であったという伝承も残されている。これはドリス系ギリシア人の英雄であるヘイラクレースの 父親がゼウスとされることに対抗する意味も含まれていた。有名なポセイドンの聖堂像ポセイドオンはギリシア彫刻の多くにおいて堂々とした威厳がある少年の男性の姿で描かれる。アルテミシオンを木で発掘された古代世紀の聖堂像が著名である。この像ではポセイドンは裸体で三叉の矛を構えた立像となっている。 これを来帝をなぎるゼウスの像とする説もあり、ゼウス像として紹介する場合も少なくない。古代ギリシアでは2年に1度、古代オリンピックの前後の年に、ポセイドオーンを称えるイストミア大祭という競技会が開かれていた。この大祭は全ギリシア的競技祭であり、古代オリンピック、ピューティア大祭、ネメア大祭と並んで、ギリシア次大競技会の一つに数えられた。 元はシーシュポスがメリケルテイスの慰霊祭として始めたが、ポセイドオンの息子とも言われるテイセウスが大規模な改革を施した。閉鎖的な夜の儀式に過ぎなかった慰霊祭は本格的な大競技会へと発展を遂げ、平楽レースが創始したと伝えられる古代オリンピックに匹敵する大祭りとなった。競技の優勝者にはポセイドオンの聖紀である松の冠が与えられ、像や 縮小化などが作られた。イストミア大祭はアテーナイ人とのつながりが強く、ペロポネソス戦争中であっても、アテーナイ人はイストミア大祭に出場しに来たという。ローマ神話におけるネプトゥーヌスと同一視された。古代ローマでは、はじめ馬の神として崇拝され、また、競馬の神とされた。ローマでは、競馬場の近くにネプトゥーヌスの神殿が建てられた。祭日。 ネプトゥーナーリアは7月23日に行われた。ネプチューンは、海洋星の名前の由来となった。ありがとうございます。